女子高生をさ、その所定の目的地まで送るだけのアルバイトしようかな、ね、格安で、しかもバスと同じ金額ぐらい流行りそうですね、それ。もう直で電話がかかってくるので、もののけさん、ここにいるんだけどさ、あーよかった、行く行く行く、何々ちゃんの家まで、あーあの子ね、あ、了解了解、あ、待って、はい、あの2丁目だったっけ、いや、2丁目じゃないわ、あ、ごめん、そうそう、違う子、違う子か、それ、おいおい、はい、420円ね、アコギな商売ですわ、420円高いか、なんて会社にしようかな、JK キャリーにしようかな、はい、JK キャリーもののけです、はい、あー、お世話になります、はいはい、あ、はいはい、ってことはあれだな、車にその貼らないといけないな、ステッカーみたいなやつを、 JK キャリーの誰かデザインできる人声かけようかな、あー、やっぱ先輩さんか、じゃあ先輩さんに JK キャリーのステッカー作ってもらって、そうだな、でお客さんを乗せるから2周免許いるのか、待って、ビルジング見えてきちゃった。どうしよう。やばい。ビル見えちゃった。JK キャリー。テイソ。テイソ見えちゃったんだけど。一等地にビル見えちゃった。JK キャリーで。情熱大陸で出るわ、これ。だから。てってて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 てだだだだだパパ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 パ配信者 YouTuber 兼 JK キャリーパパ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 、まあそうです、僕にとって JK キャリーっていうのはまあでっかい一本の柱ですかね。パパパパン、プロフェッショナル、僕らは一位について、まあ最初は葛藤はありましたけど、横一列でスタート切った、だけどやっぱその JK が喜ぶ顔を見て、その瞬間やってよかったなっていうのはそれは本当感じましたし、ずっと探していた膝の家ね、もうちょっとかっこよかったけれど、最初はいろんな人からこう非難とかありましたし、君と僕の甘酸っぱい絶に捧ぐ、まあでも今となっては本当に誇れる、あと一歩だけ前に仕事ですかね、進もう、誰も取んなよこのアイディア、アイディア泥棒すんなよ。ものきさんまだね、今年いっぱい会社員だから、いただきじゃねえよ、おい。